はい、皆さんこんにちは。タワバルチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、12月のバラ管理ってことでね、項目別にね、作業の方を見ていきたいかなというふうに思いますね。まあこのね、12月に入りますとね、バラのね、冬管理が開始といった感じでね、これからね、どんどん寒くなるんですけども、まあしかしながらね、バラ管理の方、たくさんね、作業の方ありますがね、まあ来年のね、春に向かってバシッとね、行っていきたいかなというふうに思いますね。タワバラチャンネルではですね、昨年冬管理の方ね、動画の方、たくさんね、配信しております。まあ誘引剪定だったりね、まあブッシュローズの強剪定、まあ寒肥だったり、まあ用土替えと、ありとあらゆるね、作業の方、動画ね、配信してるんで、まあ再生リストの方をね、概要欄に貼っておくのでね、まあもしよろしければね、参考にね、していただけるとよろしいかなというふうに思いますね。それではね、順番に見ていきたいと思います。はい、まずね、この12月、一番ね、大事な作業、大変だね、作業はですね、まあ、つるバラのね、剪定誘引がですね、メインになってくるんじゃないかなというふうに思いますね。今ね、こちら見えております。レオナルド・ダ・ヴィンチですね。クライミングローズ。まあ、つるバラですね。まあ、見てもらうとですね、まあ、こういった感じでね、だいぶ葉っぱの方もね、まあ、落葉してですね、もうそろそろ休眠期とね、いった感じになってるんですけども、まあ、まだまだね、休眠はしてないですね。まあ、葉っぱの方もね、上の方は、まだまだね、ついてくれてて、光合成もね、しているのかなというふうに思いますね。まあ、ここはね、愛知県になるんですけどもね、まあ、環境がね、近い方は参考にしていただけるとよろしいかなと思いますけど、まずですね、12月上旬ですね、葉っぱの方をね、すべて取り除きます。葉っぱの方をね、取り除くことによってですね、まあ、バラの方がね、まあ、休眠期にね、早く入ってくれるといった感じでね、で、中旬頃からね、まあ、下旬にかけて、つるバラのね、剪定誘引の方、行っていくといったね、感じにしていきたいかなというふうに思いますね。まあ、こちらのね、レオナルド・ダ・ヴィンチはね、まあ、つるバラになりますけど、まあ、シュラブローズのね、つる仕立てにしてるタイプの方もね、まあ、同じ感じでね、葉っぱの方を取って、中旬からね、剪定誘引の方を行っていきたいかなというふうに思いますね。はい、こちらね、アーチに仕立てております。ロサオリエンティスとね、アリュマージュになりますけど、こちらね、シュラブローズですけどね、まあ、こういった感じでね、アーチの方に、まあ、誘引しているといった感じなんで、まあ、こういったね、まあ、シュラブローズの、まあ、つる仕立てにしてるタイプの方もね、まあ、葉っぱ取りと剪定誘引の方はですね、この12月に行っていきたいかなというふうに思いますね。それじゃね、次行ってみましょう。はい、続きましてね、肥料についてね、お話ししていきたいと思います。まあ、このね、12月はですね、まあ、お花が終わったらですね、まあ、毎回ね、お礼乞いといった感じでね、まあ、咲いてくれてありがとうといった感じで肥料の方を与えていたと思いますけどね。まあ、しかしながらね、この12月に咲いたお花っていうのはね、まあ、今年最後のお花と、いったことでね、まあ、お礼乞いの方はね、必要ないかなというふうに思いますね。で、このね、冬管理でですね、まあ、一番大事なね、肥料としましてはですね、まあ、寒肥と、寒肥ともね、言われますけど、まあ、そういったね、肥料の方を与えるのがね、まあ、この12月の冬管理のね、肥料になりますね。まあ、寒肥というのはですね、まあ、追肥ですね。まあ、追肥のことをね、まあ、冬に与えるんで、寒肥といったね、言い方をしてますけど、まあ、今ね、こちら見えております。ロサオリエンティスのね、シャリマーになります。まあ、こういったね、地植えの品種の、寒肥になりますとですね、まあ、株元からね、まあ、若干離れた、まあ、ああいった位置にですね、深さ30センチ、まあ、縦横30センチぐらいのね、穴を掘ってですね、まあ、牛糞と骨粉入り油かすの方をね、すき込むと。いったことがね、寒肥になりますね。なんでね、あそこに一つね、穴を開けるのと、まあ、あと反対側ですね、まあ、株元挟んで反対側の方にもね、穴を掘って、まあ、牛糞とね、骨粉に油かすを与えると、いったね、感じがよろしいかなというふうに思いますね。まあ、寒肥のね、タイミングとしてはですね、まあ、このね、12月に与えてもいいですしね、まあ、1月だったりね、まあ、2月中旬ぐらいまでにはね、寒肥の方は与え終わっておくとね、よろしいかなというふうに思いますね。まあ、我が家ね、この寒肥のね、タイミングとしてはですね、まあ、つるバラのね、剪定誘引がね、終わった品種に関しては寒肥の方を与えますけど、まあ、こういったね、ブッシュローズですね、まあ、1月入ったら、強剪定の方をね、行うんで、まあ、そのタイミングでね、寒肥の方を与えようかなというふうに思いますね。よくね、視聴者様からですね、まあ、牛糞の方はね、肥料になるのかね、と。言ったことをね、よく聞かれるんですけど、まあ、牛糞はですね、まあ、微量要素は入ってますけど、まあ、肥料としてはね、そんなに、まあ、効き目はないかなというふうに思いますね。まあ、なんでね、牛糞をね、すき込むかと言いますとですね、まあ、土壌改良ですよね。
なんでね、毎年毎年穴を開ける位置っていうのをね、まあ変えてですね、まあ牛糞の方を、すき込んでですね、まあ土壌改良を行うといったね、感じで、まあ牛糞堆肥の方をね、すき込むといった感じですね。まあそれに加えてね、コップ入り油かす。こちらの肥料はですね、まあお花とね、葉っぱ、窒素、リン酸のみのね、肥料になるんで、まあ春のね、開花に合わせてコップ入り油かすも一緒にすき込むといったね、感じに、ね、なりますね。それではね、鉢バラの方もね、見ていきたいと思います。はい、こちらね、コロですね、マチネになりますね。元気に元気にね、育ってくれておりますけど、もうだいぶね、葉っぱの方も落葉してね、休眠期が近いかなというふうに思いますね。まあ今年はね、昨年に比べるとね、非常に寒いんでね、まあ休眠期ね、早めに入ってくれるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。まあ鉢バラのね、肥料に関してはですね、まあ当然ね、お花が終わったらお礼肥の方は与えずに、まあ寒肥ですね。寒肥の方をね、与えるのであればですね、まあコップ入り油かすですね、の方ね、この株元付近にね、まあ、パラパラとね、巻いてあげる感じでよろしいのかなというふうに思いますね。まあ先ほども言いましたけどね、まあブッシュローズに関してはですね、まあ1月になったら強剪定の方を行うんで、まあその時にね、寒肥の方も与えるといったね、感じにしていきたいかなというふうに思いますね。それではね、次行ってみましょう。はい、続きましてね、植え替え植え付けについてね、お話ししていきたいと思いますけど、今ね、こちら見えております。デルバールのね、パブロワと、白いね、綺麗なお花が咲きますね。こちらね、15号鉢のオベリスク仕立てにしてますけどね。まだまだね、葉っぱの方も綺麗でね、枝の方もね、まあ、少しではありますけどね、成長してくれてますね。休眠期に入るつもりもない、パブロワちゃんといったね、感じでしょうかね。まあ、この時期のね、植え替え、植え付けに関してはですね、まあ、当然ね、こういった感じでね、まだ成長の方はしてくれてるんで、まあ、植え替え、植え付けに関しては、根っこの方はね、崩さずに、まあ、そのままね、優しく、まあ、地に下ろしたりね、鉢に植え替えたりといった感じでよろしいのかなと。いうふうに思いますね。まあしかしですね、もう少しね、経つとですね、まあバラの方も休眠にね、入ると。まあ成長の方がね、止まってお休みといったね、感じになるんですけど、バラがね、休眠しているタイミングっていうのはですね、根っこのをね、崩すことができるんですよね。根っこのね、お掃除をして、植え替え、植え付けの方がね、できるんで、まあこの12月はですね、まあ植え替え、植え付けの方はね、まあ、少し我慢してですね、まあ、バラの方がね、休眠期に入ったら、まあ、根っこをね、お掃除しつつ、植え替え、植え付けの方をね、行っていただけるとね、よろしいかなというふうに思いますね。まあ、せっかくね、植え替え、植え付けするのであればね、根っこのはね、きれいきれいしてね、まあ、これからのね、成長に向けて、そういったね、作業を行った方がよろしいのかなというふうに思いますね。あとですね、植え替え、植え付けの時にね、元肥としてですね、肥料の方を入れると思いますけどね。まあ、こちらの方もね、よく視聴者様にね、聞かれるんですけど、まあ、元肥を入れる場合はですね、まあ、有機配合肥料の方を、我が家はね、元肥として使ってます。窒素リン酸カリがね、8対8対8のね、フラットのタイプの肥料をね、使っております。窒素リン酸カリ。まあ、カリはね、根っこに効く肥料といったことなんで、まあ、元肥としてね、有機配合肥料の方を、入れることによって、まあ、根っこがね、成長してくれるんですよね。まあ、ここでね、視聴者様に聞かれるのがですね、まあ、寒肥ですよね。植え替えの時にね、元肥を入れましたと。寒肥の肥料の方はね、一体どうしたらいいんですかと。いったことね、よく聞かれるんですけども、まあ、元肥というのはですね、まあ、これからね、バラが大きくなるにつれてですね、まあ、使っていく肥料といったことでね、まあ、なんでね、カリが入ってますよね。根っこの方がね、大きくなってくれないと、バラの方もね、成長してくれないんでね。で、寒肥ですね。まあ、我が家ね、コップ入り油かすの方を使うんですけど、まあ、窒素リン酸の方がね、コップ入り油かすの方はですね、入ってるんですけど、カリがね、ゼロなんですよね。なんでね、根っこに効く肥料ではないと。コップ入り油かすはね、根っこに効かない。お花、葉っぱのみにね、効く肥料と。いったことなんで、まあ、元肥とはね、全く違う肥料をね、使っていると。春にね、バシッと咲かせるためにはですね、まあ、寒肥の方はね、与えてもよろしいのかなというふうに思いますね。まあ、我が家ね、ブッシュローズの方が、まあ、休眠期入りましたらね、まあ、植え替え、植え付けの方を行うんですけども、当然ね、元肥の方を入れます。それでね、寒肥の方もですね、まあ、ある程度ね、まあ、根っこがね、まあ、活着してきたかなと。まあ、2週間、3週間後ぐらいにね、まあ、寒肥の方もね、まあ、少しですね、与えていきたいかなというふうに思いますね。まあ通常の量よりかはですね、まあ、若干少なめにして寒肥の方を与えていくといったね、感じにしていきたいかなというふうに思います。はい、続きましてね、水やりについてね、見ていきたいと思います。このね、12月はですね、もう地植えに関してはですね、全くもって水やりのね、必要はないですね。もう逆にね、
水あげてしまうとですね、全然全然土がね、乾かなくてですね、根腐れの方ね、起こってしまっても、バラの方がね、かわいそうなんでね、もう地植えに関しては、もう全くね、水やりの必要はないといった感じですね。はい、鉢バラはですね、まあ、土のね、表面が乾いたらね、鉢底から溢れるほどたっぷりお水を与えると。っていうのはね、鉢バラのね、水やりのやり方はですね、まあ、変わらないんですけど、まあ、この12月ね、なかなかね、土の方は乾かないと思いますね。まあ、乾いたらね、お水の方与えるんですけども、なるべくね、乾燥させてですね、枝の方のね、水分をね、とにかく少なくしてですね、休眠期にね、早く入ってもらって、まあ、締まったね、枝を作りたいんで、水やりの方はね、極力控えると。もう限界まで引っ張って、よし、お水をあげようか。っていうね、感じの水管理がね、よろしいかなというふうに思いますね。まあ非常にね、鉢バラの水管理ね、難しいと思いますけどね、すべてのね、鉢を同じタイミングでね、水を与えるんではなくて、その子の状態を見てですね、お水の方あげるとですね、締まった枝にね、なってくるんじゃないかなというふうに思いますね。それでは次行ってみましょう。はい、続きましてね、薬剤散布についてね、見ていきたいと思いますけどね、こちらロサオリエンティスリラちゃんですけどね、まだまだね、葉っぱも緑していてですね、まだね、成長してくれているのかなと。もうだいぶ寒いんでね、もうそろそろね、休眠期に入ってくれてもね、まあ、鍋ちゃん的にはよろしいかなというふうに思ってるんですけど、まあ、リラちゃんね、頑張ってくれてますね。このね、12月の薬剤散布はですね、全くもってね、必要ないかなというふうに思いますね。まあ、しかしながらね、黒点病だったりね、うどんこ病の方もね、まあ、若干ですけどね、出てきますけど、まあ、そういったね、葉っぱを見つけたら、パッとね、取り除いてですね、まあ、薬剤散布の方はね、まあ、必要ないかなというふうに思いますね。1月にね、ブッシュローズの方をね、まあ、強剪定が終わってですね、もうすべてのね、葉っぱがなくなって、枝だけのね、お庭になってしまうと思いますけどね。まあ、そういったタイミングでですね、まあ、殺菌剤の方、まあ、我が家ね、ダコニールの方ですね、まあ、枝の方と、あとね、株元、まあ、土のね、表面に散布してですね、春にね、病気を持ち込まないといった感じでね、まあ、1月下旬ぐらいにね、薬剤散布の方は行っていきたいかなというふうに思いますけど、まあ、このね、12月は薬剤散布のね、必要はないですね。はい、続きましてね、虫についてね、お話ししていきたいと思いますけどね、今こちらに見えております、ランブラーローズね、ドロシーパーキンスと、まあ今年もね、ベーサルシュートがたくさん出てくれてですね、来年の春もね、ものすごいお花をね、つける予感がしております。虫ですね、この時期になりますね、貝殻虫ですね。まあ枝の方にね、白い粒がね、ポチポチといったね、感じになる枝もあると思います。まあそういったね、まあ、貝殻虫はですね、まあ歯ブラシの方でね、枝の方をね、ガリガリと、やってあげるとね、簡単にね、ポロポロっと落ちるんでね、まあ地面にね、落ちてしまえば孵化することはないんでね、そういったね、感じがよろしいかなというふうに思います。まあ、あとはですね、薬剤散布でもね、貝殻虫の方退治できるんで、まあそういったね、方法でもよろしいかなというふうに思いますね。まああとですね、この12月とはね、限らず、まあ1月2月でもいいですけどね、まあ葉っぱがなくてね、まあ枝も短くて作業しやすい環境になったらですね、まあこういったね、ネットですよね。このネットはですね、カミキリムシのね、産卵防止対策のね、ネットといった感じでね、まあ株元にね、くるんと巻いているんですけど、まあこちらのね、網が邪魔でですね、まあカミキリムシの方がね、産卵できないといったね、対策のネットになっております。冬管理の時にね、まあこういったカミキリムシ産卵防止ネットをですね、株元にくるんとね、巻いてあげるのもよろしいかなというふうに思いますね。まあこちらのネットはですね、効果絶大でね、今までカミキリムシにね、やられたことないんでね、ぜひね、皆さんも行っていただきたいかなというふうに思いますね。まあ、あとですね、視聴者様にね、よくね、言われるのが、枝の方がね、赤くなってきたんですけど、ターさん大丈夫ですかってことをね、よく言われるんですけど、今ね、こちら見えております。この枝はね、アリュマージュの枝なんですけど、まあ、やはりね、枝の方がね、赤くなってきましたね。まあ、バラはですね、まあ、気温の方がね、下がってくるとですね、糖のね、濃度を上げてですね、まあ、品種によって違うんですけど、まあ、こちらのね、アリュマージュの方はですね、枝の方がね、赤くなってくると。なんでね、病気とかね、異常ではないんでね、全くもってね、心配することはないですね。まあ、逆にね、枝が赤くなるってことは、糖のね、濃度が上がって、健康な枝と。いったね、感じなんで、来年はね、たくさんお花をつける枝なんじゃないかなというふうに思いますね。やはりね、今年ね、出た枝っていうのはね、赤くなってる傾向があるかなと。まあ、昨年のね、枝はこういったね、色になってないこともあるんでね、まあ、たくさんね、お花をつけてくれる素晴らしい枝とね、いった感じで、逆にね、ありがとうございましたと。
ったね、感じがよろしいかなというふうに思いますね。はい。ではね、12月のバラ管理ってことでね、まあ冬管理のをね、順々に見ていきました。まあこのね、12月はですね、やはりね、メインはつるバラといったね、感じになってくると思いますけど、まあ剪定誘引ね、非常に大変なね、作業ですけど、このね、作業を行うことによって、来年の春ね、つるバラがバシバシっと咲いてくれるんでね、春をね、夢見て、想像しながらね、ニヤニヤしながら、剪定誘引の方を行っていただけるとね、まあ寒い中ですけど、楽しいね、作業ができるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ冬管理の作業の方もね、動画の方配信していきたいかなというふうに思うんで、またね、参考にしてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。